はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い、初心者のためのギター教室、一人でも多くの方に音楽を奏でる楽しさを知ってもらいたい秋田です。イエーイ。今日はですね、ボブ・ディランさんのブローニン・ザ・ウィンド、風に吹かれてというね、日本のタイトルがついている楽曲のレッスンを行ってみたいと思います。この動画を最後まで見ると、このね、風に吹かれてブローニン・ザ・ウィンド、バッチリ弾けるようになっちゃいますので、ぜひぜひ最後まで見てください。このチャンネルではですね、F とか Bm とかね、難しいコードを簡単なコードに変換したり、そもそも簡単なコードしか使っていない楽曲を選んでレッスン動画としてアップしています。ぜひぜひチャンネル登録してみてください。それではまず最初に簡単に弾いたバージョンのデモ演奏を聴いてください。それではどうぞ。 How many roads must a man walk down before you call him a man. How many sweets must a white dove sweep before she sleeps in the sun. How many times must a cannonball fly before they are forever bound? The answer, my friend, is blown in the wind. The answer is blown in the wind。 はい、この動画をですね、YouTube の機能で遅くしたり早くしたりすることができます。ここにね、説明入れておきますので見てください。それでは出てくるコードを確認したいと思います。まずは G、 Em、 DC、 Am、 アコギ弾き語り基本コード5つのうちの5つになりますので、ここにね、押さえ方リンク貼っておきますので確認してください。今回ね、カポを7カポにしています。オリジナルの曲が、7カポで G のポジションになるので、これでやっています。ちょっとね、でもオリジナルのやつね、音がずれてるかもしれない。こっちがずれてるのか向こうがずれてるのか分かんないんですけども、一応7カポで G のポジションからの演奏でコラボできるね、動画とコラボできるってことにはなっております。はい、はい、で次ストロークですね。今回1回目のデモ演奏は簡単なストロークで How many roads must a man walk down、 これでジャンジャンジャンってやっていますので、じっくり見ていただきながらね、コード進行の変わり方とかこういう風になっていくんだっていうのを確認してください。ストロークをジャンジャッカー、ジャンジャッカーにしたバージョンのデモ演奏を行ってみたいと思います。どうぞ。ストローク変えたやつを見ていただきました。これね、全般的にジャンジャッカージャン。How many roads must a man walk down? このね、ジャンジャカジャンジャカっていう、ね、ストロークですね。ジャンジャカジャンジャカ。1と2と3と C とでいくと1のとと3のとが抜けてる。ジャンジャカジャンジャカ。うんを弾かないです。ジャンジャカジャンジャカですね。How many roads must a man walk down?という感じで弾いています。これもね、じっくり見ていただいてね、ストロークの仕方を一つ一つ覚えていってもらえれば、ちょっとかっこよくね、弾けるかと思います。はい、ということでね、今日はね、ボブ・ディランさんの風に吹かれてローイン・ザ・ウィンドをやってみました。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からなりますので、ぜひぜひチャンネル登録をしてください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。今日もありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。